生家は、戦国時代から、江戸時代にかけての武家。本姓は、立花の死。家系は、織田信長、ついで岡山藩池田家の筆頭家老を務めた、家柄となった。生家の名字の元となった生山城跡。終わり、美濃を隔てる木曽川を挟んで、犬山城と対峙する。信長からすれば、生山城は、美濃攻めの共闘捕獲法という位置づけであった園祖は、 相模国の豪族、鎌倉氏とされ、立花の氏の末裔とされる。若さ守後武田氏に仕え武田氏滅亡後織田氏へ仕える。戦国時代になると、尾張国に住み、香川氏を称していた。織田信長が台頭をすると、香川長兵忠寺は信長に仕えた。英六四年、斎藤市との戦いで、長兵は、美濃国の池山城攻めに三人支部校を挙げた。 これにちなんで信長より、息の苗字を与えられた。あと、小田氏の武将、池田恒大の配下となり、以後池田氏の家臣筆頭として使えることとなる。天正18年、池田照正が、三河国吉田城に15万国余りで封ぜられると、中寺は、厚見軍に、独自の所領を与えられ、田原城を本拠とした。現在残る田原城の車の配置や石垣などは、 中寺によって、この時期に集築されたものであると考えられている。さらに主君テルマサは、関ヶ原の戦いで勲功を挙げて、姫路藩52万国に封ぜられ、中寺も加増されて、慶長6年に、未木城3万7千国を与えられた。慶長8年立花生を貸手され、樹語医した、文語守に助せられた。以後、第三大当主、中庭まで、樹語した。 地声を任官している。第二大当主、忠重は、慶長六年に、姫路城大改修に着手すると、不審奉行に任せられ今日見られる、姫路城を完成させた。第三代当主、忠帝は主君に従い、姫路藩、鳥取藩、岡山藩と転じた。岡山に違法後の寛永十六年に、奥軍、上等軍、津高軍にし、菅野などに三万三千国と、 大名なみの家録を賜り、虫明けに陣屋を構えた。また、同時に、岡山藩筆頭家老となった。幕末の十四代当主、ただし清は、茶人として有名で、隠居後に、三円祭と合した。茶室を構え、京都の東高、政府与兵を虫明けに呼び、虫明け焼きを楽焼き風に、改めて交流し茶器を焼かせた。 明治四年、藩主、池田明政が、岡山藩知事となり、ただし清氏は、岡山藩第三次となった。明治十四年に、十六位を除任。明治十七年に、ただし清氏の孫、中愛は、男尺となり、家族に劣せられた。中寺、十五位下文語守る、中、重げ、15位下,15位下長戸守る、中帝、十五位、長戸守る、以後、 岡山藩筆頭家老、ただちか、兵以後は、通称中義証言、忠だ文語、忠友とも、長と、中福、長と、忠だざ長と。ただし式、長と、忠だま文語、ただな長と、ただま長と、ただしきよ若さの長と、十六位、ただ若さ、行きし、茶屋後の引き家の墓所は、 瀬戸内市と岡山市にある。瀬戸内市の墓所は千緑山と長島の2カ所にあり、生きしぼとして、昭和61年12月24日に一括して、瀬戸内市の重要文化財に指定された。千緑山には、中帝、忠地下、中福、忠政、忠直、忠政の墓があり、長島には忠、忠義忠置、忠友、忠ザ忠式の墓がある。 瀬戸内市にある歴代当主の墓はそれぞれ石塀に囲まれており、中帝を除く各墓はさらに外周を崩壊が進んではいるものの土塀が取り囲んでおり、大名並みの墓地となっている。また、岡山市の少林寺に、ただし清、東山墓地にただちの墓がある。世田谷区指定有形文化財として、行き家の武家屋敷門が保存されている。この武家屋敷門は、 下屋敷の表門で、この下屋敷は、荒出屋敷とも呼ばれ、岡山高楽園の下手の中洲にあったが、1937年に、河川改修工事のため水没する池屋屋敷地内の門及び茶室を、相川義介が譲り受け、千代田区清井町の自宅内に移築した。その後、1963年に屋敷を、世田谷区岡本に移し、 その表門として使用されていたが、1978年マンション建設に当たり、場所を移動して復元保存された。2018年現在、岡山の行き家本邸にも、同等の武家屋敷門が現存する。ありがとうございます。